覚えたぞ。覚えたぞ。 2人の物語でございます。準備はいいか？行ってらっしゃい。大きくやるよ。新たな世界へいざなう。 任務開始。さて、戦隊の敵を何分で倒せるか。<笑> 2分もかからぬだろうな。天使。あ、大きく出たな。 それだと1秒につき8体くらいの敵を倒す計算になるぞ。そうなのか。単純な計算だが、まさかわからないのか。そのまさかだ。そうか。それは困ったな。いや、何も困らん。戦に算数は関係ない。 我の拳の前には割り算もかけ算も意味を持たぬ。意味を持たぬ。なぜ。我の前では1+1は100にも200にもなる。1000倍だぞ。1000倍、D さん。それは無論だらけだな。なんだと。これでも私は教師。算数が無意味と言われて黙っているわけにはいかない。 忍びが校の教師は忍びだけ教えていればいい。違うか。大道士、それは教師の仕事をバカにした発言だ。ならば私が教師としてお前の弱点をついてやろう。我の弱点、そんなものがあるわけなかろう。いや、ある。ない。ある。 6×4。こっちがバカなって気分だ。本当にわからないのか。無論だ。大学レベルの数値を出されても我に答えられるわけがなかろう。大道士、それがお前の弱点だ。 弱いだろ、頭が。頭だと？我の頭は山をも砕く。弱いわけがなかろう。3×7。リンさん、我を挑発しているのか。そう思ってもらっても別に構わない。よかろう。ならばこれ以上の口論は無用。我に弱点などないことは この拳で証明してみせよう。そうやって全てを拳で解決しようとすることこそ大の弱点なのだ。そんな統治みたいなことを言われてもよくわからぬ。わからぬのか。そうか。その哀れんな目はやめろ。とにかく戦いで勝利を収めさえすれば何も問題はないはずだ。 では、私も実戦でお前に教えてやろう。頭を使った戦い方というやつをな。うわあ、ニラリカ、血を裂くほどの我の頭突きの威力を。これはどこが弱点なのだ。敵の残存兵力などを考えず、やみくもに戦い続けるだけでは敵を殲滅する前にスタミナ切れを起こすぞ。 ならば肉を食らいながら戦い続けるのみ。そんなお行儀が悪い。
悪いことは私が許さん。もっと頭を使って敵を叩け。いい一番一いい二番一クックを叫びながら殴ればいいというものではない。それは一の段だ。ではどうすればいいのだ。敵の兵力を把握し、おのおの体力を巻き物の効果のことを考え、戦うペースを決めろ。それが頭を使って戦うということだ。よもつひらさかに行くがよい。ナラク、ついてこい。物足りんな。ノーマの最後が近づいてきたんだ。